はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。そして、毎度のことのお久しぶりです、えー。本日ですけども、まぁ、あ、月人のポートフォリオの紹介っていうところと、また、まあ、今後の日経平均のところですかね。はい、あのー、まあ、少し展望など述べれば、えー、述べることができればなと思いますので、よろしくお願いいたします。 はいえー、っとまあ日経ですけども非常に好調でしたね、まあ、前回動画上げたのが2月の末だったのでまあちょうどこのぐらいの時でえっとまあちょっと変わりすぎて決算もついてきたからえっと下落するかなーっていうところの話をして私の想定だとまあ3万8,000円だとかあと3万6 えー、7,000円とかですかね、ここさんここら辺のところでおしめポイントが来ると思うので、えーと、そこで買っておきたいみたいな話をしたんですが、思ったよりも落ちなかったですね。うんなんかもっと落ちるのかなと思ったんですけど、全然落ちずに、むしろまあすぐに戻って、リバってから、はい今、3月の権利日を迎えるみたいな形になってますけども、まあ、いかがですかね。はい で私の方ではちょっとですね結構大きめの買い物とかもすることになりあのー、結構出金というかあのー、減りましたね資産としてはあのさ先月末とかは1000万ちょうど超えてたぐらいだったんですけども、まあ、今はマイナス172万ていう形で結構減りまして、まあ、評価損益でいくと、まあ、プラス160万ぐらいという形になってますはい で、ポートフォリオの方も、えっと、基本ですね、結構売りましたね。はい。お金が必要だったってところもあり売りまして、なんか売れない端株のやつはまあ残してるっていうのが現状ですね。この経営スタッフ動産だとか、愛知フィナンシャルグループの33株分とかはちょっと売れなくても困ってますね。はい。はい。で、基本は、NISA クと、あと、特定コードで持っている えっと、稲畑産業と愛知電機ですかね。これ以外の細かいやつは全部一旦ちょっと売りました。はい。本当はどれもずっと持っときたかったんですけども、ちょっとどうしても現金が必要だっていうところで売却したっていう形になりますね。で、一方で、えっ、ー、と、NISA、まあ、でずっと持っていた、青山財産ネットワークス、あと損保、そして、 で、えー、ともう一個大きいので言うと愛知フィナンシャルグループですかね。まあ、この3つが私の成長投資枠240万のうち、まあ、9割9分ぐらい占める銘柄なんですけども、まあ、ここら辺は非常に絶好調ですね。あの評価損益のパー,パーセンテージですかね。って言っても愛知フィナンシャルグループがプラス14%。 損保はプラス38%、青山財産ネットワーク差はプラス25%という形で、まだ買ってから3ヶ月経ったぐらいなんですけども、まあ、かなりいいパフォーマンスかなっていうのは個人的に感じてます。はい、そんな感じですかね。で、アメリカ株は、まあ、相変わらず変わらずのベライゾンコミュニケーションズと、 ブリディッシュアメリカンタバコっていうところを、まあ、それぞれ300株442株持っていて、まあ、今配当で言うとどっちかちょっとアメリカ株の方が少し多いぐらいですかねはいでえっ、ー、と積み立 NISA 枠と NISA 積み立て投資枠ですかね新 NISA 旧ニー s それぞれも一応持ってるっていう感じで、まあ、最後はあのー、国債ですかねアメリカの国債がえっ、ー、と3000口分分かってたんですけども 3000ドル分ですかね。まあ、買ってて、まあ、それはプラス3万ぐらいという形になってます。はい。というところで、まあ、ポートフォリーは少し縮小しまして、えっと、現金上げたっていうところになってまして、まあ、その現金もですね、あの何て言うんですかね、株じゃない資産にの購入に当て、ま、当ているっていう状況になってますね。はい。で、えー、と取引履歴の方は、 これ1ヶ月で見たら、あ、これ取引履歴か。いつも損益計算の方で見てるんでしたっけ。はい。まあ1ヶ月ぐらいで表示すると、はい。まあ、益が46万で、えっ、ー、と、マイナスか13万で形で合わせて、まあ、プラス32万という形になっていまして、まあ、はい。あのー、まあ、信用とか、これ全部信用ですけど、制度信用を使ってますけど、制度信用でプラスの分もあれば、 あとあの、あれですかね、あの細かい、えー、っと、特に現物株現物株とかは、はい、あのー、このアイロムグループとか、一県とか、東部アセチレンプロネクサス、損、え、保、ー、も少し売ってますね。ここら辺は結構、はい、現金化するために全部売ったっていう形になります。サンネクサとかも。 うん、あんまり売りたくなかったんですけど、ちょっとお金必要だったんで売ったっていう感じですね。はい。これが最近のポートフォリオになります。で、まあ、個人的に今ちょっと熱いなと思ってる銘柄が、NISA、まあ、でも持ってるんですけども、うーん、青山財産ネットワークスですね。この892行きは結構やっぱ熱いですね。はい。<laughs> でこっちも8929とかで見てみますかはい、まあ、今結構急上昇していまして週足とかで見てもあのー、がっつり上がってるのが分かりますと、まあ、ちょっとどこまで上がるんだって話はありますけども、まあ、直近の高値ですかねえっ、ー、と一番最近の高値ポイントっていうところは超えてきていて、まあ、次ここら辺だとかここら辺は今目指してるところですと。 はい、で冷やしてみると、まあ、ちょっと急上昇すぎるかなっていうのはありますかね。まあ、ありますが、まあ、出来高のところも,もう結構上がりながら、出来高も十分、えー、と平均よりもある状態で上げてきているというところで、えー、と勢いはかなり強いかなと思います。はいまあ、一時的にあの下落するかなと思いきや、結構上がってきている状況なので、 まあちょっとインするの怖いですけどもどっか押し目とかで下落したタイミングで、まあ、普通に買える、えー、かなと思ってますで。ファンダメンタルズもあの全然悪くなくてですね。配当周りは あの株価かなり上がってきたので、もともと4%あったんですけども、3.6%まで下がりましたが、まあ、PR も13.8倍で、まあ、そこまであの割高感ありませんし、ROE とかも非常に高くて、まあ、自己資本率も問題ないっていうところ、まあ、そして、えー、と就活ですかね、終わりの活動系のビジネスっていうところが多いんですけども、 はい、相続、節税、事業継承、空き家問題、高齢化だとか、まあ、こういうところもフォーカスしている、まあ、連続増配銘柄という形で、まあ、これ NISA ワークでも私持ってますけど、これ結構面白いんじゃないかなと思います。はいまあ、直近の IR の決算単身とかを見ましても、 実績ベースで売上高はそんな上がらなかったんですが、まあ、しっかり利益ですかね、純利益プラス21.7%で出しておりまして、まあ、通期の見通しっていうところ、売上高が5.3%で、はい、着実に上がってきていると。で、配当の方も41円から46円で増配するぞっていうところで、まあ、連続増配掲げている銘柄らしく、ちゃんと配当も上がってきておりますので、青山財産ネットワークスはまだ全然保有できるかなと思います。自家増額も小さいので、はい、チャンスかなと。 いうところですね。はい、まあこれちょっと今日一番言いたかったことです。はい。で、えっ、ー、と日経 <coughs> 日経平均ですけども、うんのですかね。ちょっと。 例えばアメリカの10年国債の利回りとかはずっと下がってたんですけどまあ地味にまたちょっとずつちょっとずつ債権かあの債券の利回りが上がっているので債券価格下がってるっていうところでまあリスク資産とかにもあのお金がいってるのかなっていうのがまあはい見えますねでまあそれを裏付けるかのようにまあビットコインとかはがっつり上がってきているっていうところでうーんすごいですねビットコインの方も去年の 5月と5月がここぐらいなので、どのぐらい上がってるんですかね。えー、と、なんか定規みたいなのありませんでしたっけこれか。5月、5月。まあ今3月末だから3月末で比較した方がいいのかな。ここぐらいで、えー、こんぐらいか。 140%ぐらいうん。そうですね。139、ま、一、あ、1.3も倍。いや、もっと上がってるな。まあ、普通に価格だ、まあでもい、違うか。2.3倍、2.4倍、2.4倍ぐらい上がってるので、まあ結構リスク資産の方にもお金来てるなっていうところですね。うん。ビットコインなんでこんな上がるんですかね。すごいですね。 はい、でえっ、ー、とまこ、あ、と本日はにあのー、日本の株は3月の権利日っていうところで、まあ、結構600円ぐらい下がってはいますっていうのが現状でしてうーん,なんか結構力強い感じはしますかねはい、まあ、ここで一回押し目で下がるかなと思って、まあ、そこからまた買えばいいっていう話はしたんですけど1ヶ月経ってもうこの直近の高値部分を超えてくるとは私は思っていなかったので えっと、この4万円の部分のラインですかね、ここの4万円のところは、あのー、今まではこれ、なんていうんですかね、レジスタンスライン、抵抗体になりうるかなと思ったんですけども、期待値的にはここがサポートラインになりうるような、えっと、日本株の上がり方してるかなと思っているので、えっと、ちょっとそっちのシるように、はい、あの今月は期待したいかなと思います。先月までは まあこの,島あの4枚のところがあの抵抗体になってから1回下がってまた上がってまた下がるのかなっていうようなあのストーリーを描いてたんですけども、まあ、ちょっと今は、はい、雰囲気変わってるかなっていうところで、まあ、今日は下がりましたけどもまあ,あのそれは権利日だからっていうところではい、あのー、また折り返してから上がるようなこのストーリーですかね。はい えと移動平均線とかも上がってるのでそっちの方が期待値高いかなっていうところで、まあ、そういうところを今想像はしていますはいで為替とかも150円のところで今攻防が、はい、若干続いてるような感じになっておりましてそうっすね150円のところはずっとレジスタンスラインになっていてここ硬いですねはいもうずっと150円なので、まあ、ここはあの大きく上がるようなことはないのかなっていうところですけどもはいいかがでしょうか はい、でソックス半導体系のところは、まあ、N メディアが非常に注目されてますけども引き続き硬いっていうところで、はい、あの半導体の指数のところも上がってきているかなと、はい、ここもトレンド自体は変わってないんですねまだ、うん、で恐怖指数とかも、はい、あのずっと下落基調になっておりますので、まあ、ボラも低い状況であのトレンドに沿って上がってきているっていうところで、まあ、特に S&P とかも すごい顕著ですよね。はい。しっかりとトレンドに下がって上がってきているっていうところで、まあ、教室は、まあ、いわゆるあのボラテリティですかね、株価のこの上下と、あの、この動きの度合いが小さければ、まあ、教室としても小さい値になるっていうところで、はい。まあ、それを裏付けるかのように、しっかりとソックスも上があ、ソックスじゃない、S、S&P ですかね、はい。ここも上がってきてますっていう感じですね。うん。まあ、そうじて、 この3月の相場、非常にえっ、ー、と、順張り投資が良かったのかなって思うんですけども、まあ、4月に入っても、私の見立てだと、日本株はその順張り投資ってところが、えっ、ー、と、いいんじゃないかなっていうとは思ってますので、はい、ちょっと資産も減っちゃったんで、信用とか使って、はい、リスク少し取りながら。 あの4月末の方ではいい報告ができればなと思ってます。はい、という形で長くなりましたが以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。